爆笑オンエアバトル。爆笑オンエアバトルは、1999年3月27日より2010年3月26日まで NHK 総合テレビで放送されていたお笑い番組。略称は、オンバト、爆音、オブなど、公式にはオンバトが使われている。2000年代初頭に、お笑い第4世代よそざき組お笑い第5世代に、当たるお笑い芸人が対等するきっかけをつく。 番組の一つ。後期は NHK エンタープライズ制作で放送された。若手芸人が漫才やコント、漫談などを観客の前で披露し、面白いと評価されたネタだけが選ばれて、オンエア、放送される。つまりネタが面白くなければ放送されないという、自称、史上最もシュビアなお笑い番組である。ゴルフボールを用いて行われる。 番組独自の審査方法、詳細は審査方法を参照は2002年と2003年の NHK 紅白歌合戦でも採用された。番組マスコットキャラクターはタマちゃんというゴルフボールを模したキャラクターでオープニングやネタ放送中の画面内に CG アニメとして出てくる他後期にはセット内のオブジェにもいられた。2004年4月からオンエアバトル爆笑編として 各週の放送となり、インディーズやストリートミュージシャンとして活動する歌手を対象にしたオンエアバトル熱唱編と交互に放送されていい。2005年4月からは両番組とも独立し、それぞれ爆笑オンエアバトル、熱唱オンエアバトルとタイトルを変更した上で、毎週の放送となる。その後、熱唱オンエアバトルは2006年3月に了した。その他詳細は、 熱唱オンエアバトルの記事を参照。2009年4月からは月に1回、金曜日24時10分25時10分の1時間、放送となり、15組18組がオンエアされるシステムとなり、視聴者投票も開始された後日。また、未出場及びオンエア経験のないお笑い芸人10組が出場する月1回放送の姉妹番組、爆笑トライアウトが開始された。 2010年4月からは、オンバトとしてリニューアルし、爆笑オンエアバトルは2010年3月で終了。386回の放送で674組の芸人が出場し、344組の芸人がオンエアを果たした。1999年の番組放送開始の頃は、全国ネットで毎週放送される若手芸人によるネタ見せ番組は、この 爆笑オンエアバトルのみであった。その後2003年までに番組の常連だったダンディ・坂の鉄友とも長井秀和をはじめ、いわゆるお笑い第5世代と呼ばれる世代を中心にお笑い第4世代とほぼ同じ芸歴の遅咲き組お笑い4.5世代とも言われるを含む多数の芸人をブレイクさせた。その後民放でも若手芸人によるネタ見せ番組が多く放送されることとなり、 2000年代初頭から対等するお笑い第5世代の権威役とな、鈴木活動チーフプロデューサーは番組が始まって7年目でのインタビューにおいて常に新しい笑いにこだわってきた。審査のショーアップ化の話もあったが番組への信頼を失いたくないのでベースは変えずシンプルなままにしてきたと語っている。なお2003年度をもって初期の常連芸人、博多花丸。 大吉、アンジャッシュ、ルート33、ハリガネロック、バカリズム、ドランクドラゴン、ダンディサカノ、フットボールアワー、大の字、陣内智則、スピードワゴン、バナナマン、チャイルドマシーン他は一斉に卒業し、事実上の世代交代が図られた。番組初期は NHK 放送センター内の101スタジオ、または102スタジオで収録されていた。 その後2000年から2003年は、通常回は、テントみんなの広場には、年が入る、スペシャル、追加収録、年度の切り替わり時期などは、最初期と同じ101、102スタジオで収録されていた。2004年3月から2009年2月までは、各週土曜日に2本撮りで、同年4月以降は、土曜日に、月1回みんなの広場ふれあいホールにて撮影が、行われる。 2010年4月以降のオンバトデモフレアイホールの収録は原則月1回の収録、放送2週分を収録となり、地方収録の回数が増やされている。2004から2006年の熱唱オンエアバトル放送時は昼に熱唱オンエアバトル、夜に爆笑オンエアバトルの収録が行われていた。また爆笑オンエアバトルは 年に数回地方で収録を実施するため、熱唱のみの収録になることもあった。また編成上の都合などにより、フれ合いホールでの収録でも、爆笑オンエアバルのみの収録の場合もあった。オープニングでは、ネタ披露前の光景とともに、今回の挑戦者として出演する芸人10組が、映される6組、オンエアの場合はカット。光景の大まかな流れは次の通り、 大体一流れで二組ほど移される。軽量、順位決定に続いて、オンエア獲得芸人のネタが放送された後、エンディングでは以下の内容が放送されている。所在地順、チャンピオン大会も含む、毎回芸人がネタ、5分以内を披露する。そして、会場の100人の審査員によって投票が行われ、その総数を、キロバトル、 キロバイトという番組独自の単位で表された計測方式で得点とし、高得点を得た上位の芸人のネタがオンエアとなる。また、出場回数に対するオンエアされた回数の割合を通算オンエア率、応 a 率と呼ぶ。オンエア回数が多い芸人には、年度末に行われるチャンピオン大会への出場権が与えられる。資格が与えられる基準は会により異なる。 基本的に年間内のオンエア数と獲得キロバイト数が基準。2009年度は放送回数が月1回に減ったため各回の会場審査1位となった芸人と視聴者、投票1位バトル優勝者のみにチャンピオン大会への出場権利が与えられた。1位が2組以上出た場合は両方ともチャンピオン大会出場権利を得る。審査員の審査基準は 今見たネタを全国に届けたいか否か。一般審査員100人は最初、それぞれ違う色に着色された10個のゴルフボールを持っている。ボールの色はネタを披露する順番。これは事前に抽選で決められるを示しており、色とネタ披露順の関係は年度によって違いがある。一例として、2004年度以降は赤、白、黄、茶、緑、紫、オレンジ、ピンク、黒、 青の順番。2009年度はこれに11から15番目として、グレー、クリーム、黄緑、水色、金色が加えられた。ネタが一組ずつ終了するたびに、場内の照明が落とされて投票タイムとなり、今見たネタは、オンエア OK と思ったら、その芸人のネタ披露順に対応した色のゴルフボールを、席の目の前にいるレールに投入する。そのレールの出口には、 ネタ披露順に対応した色の帯のペイントと出場者の名前が書かれた一つのバケツ、金属製で小型のゴミバケツのような形状をしているが置かれており、レールを通ったゴルフボールはそのバケツに入っていく。投票後のバケツは挑戦者自身によってスタッフに手渡され、不正防止のため蓋をしてシールで封じた状態で観客の目の届く場所に置かれ。この投票を全組それぞれで行い、 全組のネタ終了後、バケツの重さをデジタル表示の計りで計測し、順位を決する。そして司会者がオンエアされる上位を、6、組の芸人を発表する。グループの場合、バケツを持つものは大抵固定されており、ステージ上で並んだ際に、メンバーの姿が全員見えるように背の低いメンバーが、バケツを持つことが多い。 ピタゴラスイッチでこの計測の仕方が紹介されたことがある。キロバトル、キロバイトとは番組独自の重さの単位。バケツのみの重さは85キロバイト、93、89、85キロバイトと変遷でボール1個の重さは約4.6キロバイトである。測りは4単位刻みの表示、85、89、93、537。 541、545となっている。ちなみに番組最初期1から2年目は、はかりの刻みが4単位刻みではなかったため誤差、ボール個数は同じだが、1キロバイトの差が現れるもあったが3年目以降は現在の形式のはかりに改正されたため、誤差が出ることはなくなった。満点つまり審査員100人全員がボールを投入した。 場合のバケツの重さは545キロバイト。545キロバイトは、マスダ・オカダ、タイムマシーン3号、上場軍団の3組が記録している。500キロバイトを超えることを、オーバー500と呼び、番組内での高評価の代名詞となっている。キロバイト数と投票人数の関係は、公表されていないため詳細は不明だが、100人中91人以上が、 投票すると5 0 0イト以上を記録するとされている。投票結果の上位のネタのみがオンエアされる。第1回、2回放送分では挑戦組数とオンエア。組数は、それぞれ12組、7組で、第3回から18回放送分は、それぞれ11組、6組となり、第19回より10組、5組という形式が続いた。2009年の放送分は15組。 八組であり、オンエアされた八組は視聴者投票の対象となる。詳細は、視聴者投票、お参照。5位が二組以上あればそれらは全てオンエアとなる。ルールで、六組、オンエアは通算で23回記録されている。ちなみに、上位に入れずオンエアされなかったことを、オフエアということがあるが、これは2000年12月9日放送会で、田上え吉江が、ネタの中で、 オフエアという言葉を初めて使用してから一に広まり番組公式の用語としても使用されるようになった。当然ながら番組内で披露されたネタはすべて収録しているためオフエアとなったネタも映像としては残されているが基本的にお蔵入りとなる。過去には爆笑オニアバトルパーフェクトライブ武士2000年12月から2002年3月の日曜深夜や新真夜中の王国 NHKBS2 のコーナーの一つである、笑い。オフエアバトルで、オフエアとなったネタが放送されていた。またエレキコミックやアンジャッシュなどのオフエアになったネタの一部を DVD に収録している。あと番組の、オンバトでは2010年度のみ、オフエアとなったネタが、視聴者投票の対象にされ、最多得票だったネタは次回放送の、プラス1、コーナーで放送された。 審査員は一般公募による登録制となっている。登録者に送付される書類に記載されている数種の収録予定日時の中から登録者の希望する日時を選んで申請すると、その中から年齢、性別、過去の審査員経験で選考された上で抽選で選ばれる。また、収録会場には審査員の他に一般客も存在し、 一般客も審査員と同様の方法で申請したものの中から抽選で選ばれている。地方収録での審査員、観覧者は、その都度、別途に募集する東京収録での登録審査員との関係はない。審査員は、ジャジーペーパーと呼ばれる紙に、一組ごとに感想を書き入れる余談だが、司会者に対する感想を書く欄もある。オンエアされなかった芸人は、 放送の最後で、敗者コメントと称される本人のコメントと合わせて、画面下に、テロップで感想の一部が紹介される。放送ではできるだけ優しい意見が選ばれているが、中には、手厳しい意見や理不尽な意見もいくつかある。アンジャッシュが再放送で、オフエア時のジャッジペーパーの中から仲張り不尽とも言える、意見を取り上げたことがある。二行で表され、 そのうち一行は面白かったことなどや良かったところ、もう一行は直すと良いことなど悪かったところを流すことが多い。収録後には出場した芸人全組に審査員100人分のジャッジペーパーが渡され、これにより出場芸人は審査員の反応を確認することができる。番組初期には紹介されておらず、オンエアされた芸人のジャッジペーパーのみが紹介されていた。この場合は、 各芸人のネタの放送前に流れることがあるなど、勝者、敗者のジャッジペーパー内容表示の有無は年度によって細かい違いがある。2004年度、2005年3月までは、ネタ時間が6分を過ぎると強制的に暗転となるが、失格にはならないというルールで、ファンキーモンキークリニックが経験。2005年度、2005年4月より5分を過ぎると、強制暗転、即失格となり、 軽量にも参加できない。同与となす中西の二組が失格を経験している。同数の場合は、達成順。いずれも、NHK アナウンサー、神田は当時、後の大輝は担当した、シーズン、チャンピオン大会も、司会者が、チャンピオン大会ファイナルを最後に交代することもある。爆笑オンエアバトルでは、年間王者を決めるため年に一度、 爆笑オンエアバトルチャンピオン大会が開催される。原則的に以下の出場条件のいずれかを満たした組が出場し、年間王者を決定する。2007年度から番組の最後に番外コーナーが加えられた。2007年度の番外コーナー。その回にオンエアされた芸人やネタを司会の神田アナが改めて紹介する。後期は、 チャンピオン大会への道として3から4勝目を挙げた、芸人も取り上げた。2008年度の番外コーナー。番組10周年目突入記念として、過去に常連として出場していた芸人が登場し、当時の映像を挟みながらその頃の番組での思い出などを語る。コーナーの最後は、登場した芸人が、来週の出場芸人の紹介の振りを行う。2009年度の番外コーナー。 番組常連だった OB 芸人5組が出演し、バと現役時代の成績や思い出を振り返った後、2チームに分かれての対抗戦、2010年1月放送分のみ、グループごとの対抗戦で、霧など、バラエティ形式の企画を行って、芸人魂を競う。MC は、小松穴と、会ごとのゲストの中から選ばれた芸人が担当した。 2004年7月31日に放送されたサマースペシャル2004においてプラチナバトラー及びゴールドバトラーの2つの称号が新たに創設された。これらの称号は番組への出場回数やオンエア回数に関連しているため、これらの称号を認定されるということは爆笑オンエアバトルに深く関わりその歴史を築き上げた代表的な芸人であると言え、 認定者には記念トロフィーが贈呈される。しかし認定後からトロフィー贈呈まで期間が開くことがあり、2008年のゴールドバトラー認定の我が家には2012年放送の笑い、神、孔、林の収録後に贈呈されたというケースがある。チャンピオン大会でチャンピオンになった芸人に与えられる称号である。プラチナバトラーはハックミール。 爆笑オンエアバトルチャンピオン大会、歴代チャンピオンの項目も参照。以下に示すの2つの条件のうち、1つ以上を満たしている芸人に与えられる称号である。ただし、どちらの場合も、初挑戦から認定時点まで、解散や活動停止などをせず、同じグループで活動していることが大前提である。 ゴールドバトラーの資格を満たしているのは次の44組で、ある、戦績は、認定時のもの。ナンバーは公式ホームページによるもの。2004年サマースペシャルで認定第7回チャンピオン、大会ファイナルにて認定第8回チャンピオン、大会ファイナルにて認定。第9回チャンピオン大会ファイナルにて認定第10回チャンピオン、大会ファイナルにて認定。 放送で紹介はなし2008年度のゴールドバトラー2009年度のゴールドバトラー夏、冬休みにスペシャルが放送される芸人がグループの枠を取り払って出演する合同コントがメインで審査はない常連組のお祭り的要素が強い冬は年により変わり2003年は針金6当時のチャンピオンが MC となり過去の映像を放送する クラダ SP2004 年はチャンピオン大会の再放送に冒頭1分間アンジャッシュ上と同じの解説を加えて放送。各週となり回数の少なかった2005年は爆笑編、熱笑編を3夜連続で同時に放送する冬の陣を放送した。2006年1月9日には成人の日、スペシャルとして20時から21時58分。 20時45分21時15分はニュースのため中断の2時間特別番組として放送され番組史上初のゴールデンタイム進出となった従来から成人の日には NHK 放浪会場に NHK 青年の主張全国コンクール青春メッセージ2004年ライブジャム2005年のみといった生放送番組を編成してきたがそれらの定例特番の廃止 当時の橋本源一 NHK 会長の意向によるものに伴う代替企画として2005年度は爆笑オンエアバトル成人の日スペシャルが放送された司会は塚原愛ア,アナウンサー第1部はオンエアバトル卒業生5組鉄友、増田岡田、長井秀和、陣内智則、アンジャッシュと7代目チャンピオンの高都市が登場出演順 それぞれ初期のネタやチャンピオン大会で披露したネタなどを再現した。第2部では将来有望な若手芸人12組、タイムマシーン3号、トータルテンボス、流れ星、岩井川、ハレルヤ、三拍子、火災放置器、斜め45度、浜カーン、超新宿、ノンスタイル、パンクブーブーがそれぞれ他のコンビとユニットを編成し、合同コントに挑戦。 二部の三鷹都市が司会で参加した。視聴率は第一部が6.1%、第二部が4.1%、関東地区。2006年8月15日に一時間特番として放送。司会は塚原アナと伊藤アナが務め、放送時点でのプラチナバトラーとゴールドバトラーを紹介し、常連だった頃を振り返ってのインタビューと出場時のネタが、 ダイジェストで構成され、アンジャッシュ、アンタッチャブルやタカアンドトシとのトークも行われた。この放送では、ゴールドバトラーの認定条件が説明されたが、認定後に条件から外れたタウエイヨシエと飛び石連休もゴールドバトラーとして紹介されていた。編成の都合で遅れ、放送となった山形放送局での放送では、マンジマークの入った衣装に、モザイクが入れられていた。 2007年8月17日に22時から22時58分の1時間特番として放送された。司会はタイトル通り、タカアントシが務め、主に常連として出演している若手芸人、トータルテンボス、有字工事、ノンスタイル、三拍子、東京03、ザ・ゲーセ、ハイキング・ウォーキング、岩井川、浜カーン、パンク・ブーブー、ザ・タッチが出演した。 内容は、タカトの漫才でおなじみのテーマに沿って、か、を使用した一分前後の漫才を披露する、挑戦。か、漫才、言葉をテーマにした、コント、流行語の別な意味を考える、挑戦。面白辞書、写真や映像にセリフをつける、磯山さやかが司会、判定を行った、ビジュアル大喜利の他に、ゲスト鏡幸子との対談や萩原流れによる読みも、行われた。 2008年1月3日23時40分24時27分に放送された正月特別番組。司会は、高安アン東原明常連として出演している若手芸人、岩井川、カ野秀隆、ザゲーセ、ザ、タッチ、弾丸、ジャッキー、東京03、トータルテンボス、ハイキングウォーキング、浜カーン、パンクブーブー、ユージコージ。 ラバーガールが出演した。内容は前回と同様のビジュアル大喜利のほか、前回の趣旨に正月要素をプラスした爆笑。ボケカルタ、獅子舞で古今東西、ネタに関するフリートークとネタ披露に加え、弾丸ジャッキーが出初め式の練習に参加した模様も放送された。2008年12月30日シニアに放送。司会はトータルテンボス。 番組10周年を記念し、過去に、オーバー500を獲得したネタを放送した。ネタは、事前に視聴者からのリクエストを募集し、選ばれている。オンウェアバトルの番組オリジナルテーマ曲は、ボブサク間作曲のものを使用していたが、2003年10月より、エンディングの敗者コメント部分に倒れずの、君に幸あれが起用されることになった。以降、 2004月10月から約1年半のオープニングテーマ曲2007年度まで約4年半のエンディングテーマ曲を熱唱オンエアバトルの出場経験バンドが担当していた。詳しくは以下の通り。また、不定期に BS2、BS プレミアムで深夜に再放送されることがある。それぞれ一組の芸人のネタを10本前後収録した公式映像作品が 2010年現在までに23本リリースされている。出だしの芸人の名前が表示されるところは内容を明確化するためネタに即したタイトに差し替えられている。またにメディアともそれぞれ特典映像が追加されている。年度ごとのオンエアバトル放送会や公式記録の内容を収録したガイドブックが番組開始以降毎年発売されていた。 2006年度の内容を収録した爆笑オンエアバトル8以降発売が途絶えていたが2010年4月14日に発売された爆笑オンエアバトル1011にこれまで放送された11年間の記録がすべて収録されることになり2007年度以降の内容も掲載されている本の内容は 放送会の模様や公式記録だけにとどまらず、番組で活躍した芸人へのインタビューや、放送時には紹介できなかった各芸人へのジャッジペーパードも収録されている。また、本の一番最後にはその年度ごとにオンエアを獲得した芸人のプロフィールとファンレターの宛先を紹介するページもあった。6冊目にはその年の熱唱編の模様も収録されていた。 爆笑オンエアバトルから爆笑オンエアバトル8までは編集が NHK 爆笑オンエアバトル番組制作グループ出版社が双葉社であり爆笑オンエアバトル1011では編集がバラエティ V ライフ編集部出版社が学習研究者である上述の通り1999年の 番組開始当初から番組終了まで数々の人気芸人を輩出し、同時期に放送されていたお笑い番組の中でも代表的な存在とも言える番組であったが、一般審査員が合否を決めるというルール上、当番組に対しては各方面から様々な意見が飛び交っている。以下がその例。当番組に対し以下のような辛辣なコメントを自身のツイッター上で述べている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。